それでは教育無償化を実現する会議の英記者会議がございです、はい。はい。おはようございます。よろしくお願いします。えーまあ、ゴールデンウィーク終わりまして、えー、まず、その前にありました補選のことについて少しお話をさせていただきたいと思います。えー、参所で、えー、補選がございまして、えー、まあ、あの、自民党の不先輩二つ、そして島根一区と、 全敗ということでありまして、まあ、特に島根一区については、えー、2009年の政権交代の選挙でも、えー、自民党が小選挙区で、えー、勝ったところでありますので、まあ、このやはり衝撃というのは非常に大きいのではないかと守っています。政治と金の問題について、えー、国民は相当怒っていると,いう,ということが <laughs>、 明らかになったんではないかと思いますし、まあ我々の選挙の勝った負けたではなくてですね、改めて自民党には、え全容解明、そしてそれを踏まえた、処分、そして再発防止策というものが求められているということをぜひ規模に明示てもらいたいと思います。従いまして、まだ出てきていない えーまあ参考人、生林審など参考人、これについては衆参ともにしっかりと説明責任を果たしてもらうということは大事だと思いますし、えー、承認官もにもですね、まあ、応じてもらうということは大事なことではないかと思っています。えー、まあその流れで申し上げますと、おまあ、政治改革特別委員会が始まるわけでありますけれども、まああのー、 やっぱり甘く見てたなという感じをいたします自民党が。えー、選挙の前まではやはり自民党案というものをまとめていなかった。そして、えー、野党のみならず、与党の、仲間である公明党からも最速、特、特速をされて、そして思い越しを上げるというのは本当に後ろ向きだなというふうに思いますし、まあ、あの与党案というものがまとめられるという、 え、ふうに側文をしておりますけれども、まあ、しっかりと、え、対応してもらいたいと。え、そこはですね、やはり、い、まあ、いわゆる連座性の問題、そして旧文通費の問題、そして企業団体研究の問題、え、そして、え、政策活費の問題、え、こういったものに対しては逃げずに、え、考え方をまとめるということをしっかりやってもらいたいなというふうに思っております。<laughs> さて、まあ、補正に戻りますけれども、まあ、立憲さんが参照全勝ということでございます。えー、まあ、これについては、まあ、立憲の方々のご努力には心から気を表したいというふうに思います。私ども、教育無償化を実現する会は、まあ、維新の2候補を推薦をして戦ったわけであります。まあ、あの、まず東京から言うとですね、15区でありますけれども、 私は前線されたのではないかと思っています。あれだけ投票率が低くて、9名の候補者が乱立をするということの中で、まあ、3位、2位グループが団子状態でありましたけれども、その中にあってですね、まあ3位、3万票近くの票を取られたということは、 私は前線されたんではないかと思います、まあ。昨日も役員会の冒頭でご挨拶をしたんですけども、総景気大会に金沢さんの出た時に、やっぱり地域の代表の方々が多かったなぁと思います。まあ、そういう意味では、やはり地域に根差した活動をしている候補は、まあ、党関係なくですね、えー、私は上積みというものが図られると思いますし、 えまあ、維新の方々、あるいは我々教育無償化を実現する会のメンバーもですね、えまあ、党の、私立には関係なく、やっぱりしっかりと地域を回って、活動するということが、まあ、大事なことではないかと思います。長崎三区については、まあ、これはですね、え今度は区割りも変わりますし、ま井上さんという方については全くの新人でありますので、 ま、ゼロからもう一度やり直すということで頑張っていただきたいと思いますし、ま、代表伝である佐世保をこれをどう攻略するかっていうことが、ま、今後大事なことになってくるというふうに思いますので、ま、若さ、があり、バイタリティもある、ま、あの、0.1トンを超えていると本人は言っておりましたけれども、ま、少し体が絞れるぐらい歩いてもらいたいなと、ま、このように思っております。 えー、まあ、あとはあ、今後の件でありますけれども、二、えー、つ申し上げると、まあ、一つは行為継承の問題でありますけれども、まあ、各党に、これは各会派ではなくて、各各党に考えが求められているということでございまして、徳永事長を中心に議論を進めております。えー、有識者会議から出されたあー、1、2について、まあ、それぞれ、 我が党も議論をしておりまして、ええー、まあ、あ女性の皇室の方々がご結婚された後も皇室に残られるということについては、概ね我々は賛同する方向でありますけれども、その配偶者、あるいは子供さんの、まあ、言ってみればあ、お立場については今後さらに検討が必要かなというふうに思っております。2番目のですね、 え、いわゆる、えー、まあ、旧宮家の男性の方々の、えー、皇族への、えー、まあ、復帰という問題でありますけれども、まあ、これについてはですね、現皇族の方々のご意向というものをしっかり踏まえた上で、そういったケースもあり得る、というふうに思っておりまして、これもですね、 さらに詰めた議論というものはしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。そして政治改革については、維新さんとは考え方の違うところもございまして、この政治改革特別委員会においては、最大公約数で臨むということが、まあ、両党で合意をされておりますけれども、まあ、そういったことについても、まあ、今後ですね、この会派というものをどうしていくのかということについて、 えーまあ、継続をしていくのか、えー、それとも継続をしないのか、えーまあ、今非常に良好な関係でございますし、我々解放を結んだときについての政策的な合意、えー、労働法制、オールフォーオール、そして教育の無償化の法案の提出、まあ、これについては真摯に維新の皆様方もお取り組みをいただいておりますので、まあ、こういった過程を見ながらですね、ええー、まあ、6月23日が会期末と。 言われていますけれども、えーまあ、この、統一開発というものをどう総括して、まあ、今後どうあるべきかということについては、えー、党内の皆様方のご意見、そしてまた、バ馬場代表や、あるいは徳永官庁については藤田官庁含めて、あるいは斉藤アレックス政調会長は乙北政調会長、まあ、それぞれの立場でですね、えー、お互いが意見交換をする中で、 まあ現在のところは非常に、良好な、開あ、会派運営ができていると思いますので。そういった総括をしていきたいと、まあ、このように考えております。私の方は以上です。はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方、ぜひ、お答え願いいたします。はい。北海道新聞の鶴川と申します。冒頭ご言及がありました。補選につい。てなんですけれども、あの、前線したという表現はあったんですけれども。 あの直接のこの維新の、まあ推薦された候補の敗因というのはどのように分析されているのかということと、まあのまあ、この補選において、選挙戦略みたいなものがあったと思うんですけれども、今後の選挙戦にどのように生かしていくべきとお考え、かご協力いただければなはい。まあ、あの、当初から、勝利はなかなか難しいと、この2つともですね、考えておりました。 ま、皆さんご承知の通り、日本維新の会の方々は、41名衆議院議員がおられますけれども、え、その中で、小選挙区で語られている方は16名。で、15名が大阪。そして、1人が、兵庫6、市村孝一郎さんと。ま、いうことで、関西なんですね。つまり、関西以外では1人も小選挙区で買った方がおられないというのが、ま、維新の、ま、現状であります。 そして、えー、まあ、その、地域地域で、えー、まあ、700、800名近くの地方議員さんも誕生しているわけでありまして、まあ、それぞれの地域で、地域根ざした活動というものを、えー、やってこられているというふうに思いますけれども、まあ、その、地域での活動を一生懸もやられていたのが、金沢候補ではないかというふうに思っています。まあ、だからこそ、えー、まあ、立憲は共産党の票が載っていて、 まあおそらく1万5千から2万ぐらいの共産党の票は乗っている。まあそれがなければですね。えー、まあ酒井さん、それから金沢さん、須藤さん、えー、そして、えー、保守党、えー、なんていう方でしたっけ飯山さん。山さん、はい。まあここは本当に団子状態だったと思いますし、まあ低投票率も含めてですね、団子状態だったと思います。まあ今回は立憲民主党が共産党との協力で、 東京十五区は議席を得たということだと思いますけれども、本選挙になれば、共産党さんとの関係というのをどうされるか。これは、我々、極めて注視をしていきたいと思っています。つまりは、非自民非共産の、やはり、え野党協力というものが私は大事だと思っておりまして、そこはですね、 ええー、まあ、注視をしていきたいなというふうに思っています。まあ、島根一区も私は、え、共産党さんの協力というものが、あ、言ってあったというふうに思っていますので、まあ、長崎もですね。まあ、そういう意味では、えー、今後の立憲の、その、あり方、政権獲得への本気さ、つまりは共産党の協力を得た場合、本当に政権を担えうると考えているのかどうか、といったところはしっかりやっぱ詰めていかなくてはいけないと思っています。 まあ、あの、話を元に戻しますが、まあ、そういう意味では、なかなか小選挙区では、関西以外では難しいというのは現実だと思いますけれども、やはり維新の課題、まあ、我々もそうでありますけれども、あの、東京に校舎を新人抱えてますので、やっぱり構図をどう作るかということと、まあ、それからご本人の努力、というのが、やっぱり大事だというふうに思っていますので、えー、党に関係なく、え、地域に流した活動を徹底的にしていくと。 まあいうことの中で、一、まあ、人でも二人でも多く、小選挙区で上がる人間がいれば、比例と合わせて統制というのは拡大するわけでありますから、一般論として。まあ、そういう意味ではあ、そういった活動を、まあ、維新さんもやられると思いますし、まあ、我々もやっていきたいと、まあ、このように考えています。他にございますでしょうか。関西テレビです。あの、今、こちらの話がありましたけれども、 その過程で、どうしてもその自民党の候補がいないところに、委員・審が出していたという事情もあって、自民党の批判よりも、なんか立憲民主党の批判の方が目立っているような、そういう印象もありました、そのあたりについては、戦略っていうのはどういうふうにあますかまあ戦略というより戦術でしょうね。つまりは当然自自民民党党のの候補が出ていればあー、まあ、自民党批判、金の問題 あるいは、あまあ、今の日本の現状、まあ、円安を含めてですね、やっぱり実質賃金が上がらない状況、生活が苦しく格差が開いている状況というものが、やはり焦点になったと思いますけれども、自民党がおられないところで、えー、誰を選んでいただくかということになると、これは本当、戦術レベルの問題になってくると思いますので、まあ、これは、あの、我々は推薦はいたしましたけれども、 まあ、維新さんがあ主体的に考えられる問題であって、えー、我々がとやかく言う問題ではないと、まあ、こう思っていますが、来るべき総選挙はまたまさに自民党との戦いであると思いますので、まあ、政権交代を目指して、まあ、自民党ではなぜダメなのかといったところが、まあ、しっかりと、えー、議論されるように、えーまあ、我々もしっかりとおその点については、 明確になるように。まあ、我々はですね、これはまあ、あの、徳永さん立憲から来られておりますけれども、私どもはほぼ国民主のメンバーであり、徳永官庁もご理解をいただけるところでありますけれども、教育協賛を倍にして、教育の無償化を実現するということが一つ。二つ目は自分の国は自分で守る。これは防衛力強化のみならず、えー、食料、エネルギー自給率を高めていく。そして三つ目は、 給料の上がる経済の実現、この3つがわれわれが求めている柱であり、それをできてこなかったのが自民党であり、加えて、生徒金の問題、こういったことをしっかりと想定にしながら、総選挙は戦うことになるんではないかと思っていま次にございます 最近あの、教育の評価を実現する会の,でるのババ u t u で代表と会談される中で、はい、ババ代表は、なんか、単独政権を、まあ、維新のですね、目指すと、こう、おっしゃってて、ちょっと方向性が違うのかなと感じたんですが、そのあたりについては、まあ、来たるべきその総選挙について、どうお考えて、はい方向性が違うといえば、時間軸の問題ではないかというふうに思います。つまりは、ああ、 そのお、なかなかですね、現実の問題として、次の選挙で、維新で、じゃあ,あ、単独過半数が握れるかというと、難しいですよね。つまりは、あ過半数も候補者を立てられてないわけですから。まあ、これは立憲さんも同じですけども、まあ、そういう意味では、えー、まあ、時間軸の問題であって、方向性は変わらないと。まあ、私はそう思っています。えー、まあ、あの、 やはり、我々としては、与野党を白昼する状況をどう作れるか、そこでいろんな科学反応も起きてくる可能性もあると思いますし、まあそういったことを目指していく。そのためには私は何度も申し上げたように、立憲と維新の殺長連合、まあこれをどのような形でやるのかは別として、それは私は必須だと思っていますので、まあそのことは、 えー、断ることに、馬場代表にも申し上げているところであ今後、を実現するために、まあ、前原代表としては、まあ、具体的にもし何かあのやろうとしていることなどあれば、これからはですね、なかなかこういうふうにやりますということではなくて、どう実を上げていくかという段階に補選が終わりましたので、入っていくと思いますので、まあ、 なかなかつまびらかにそういったことをお話しするということについてはあのなかなかならないかもしれませんが、まあ、今までもあらゆる努力をしてまいりましたし、まあ、これからも努力はしていきたいと考えていいまますすよろししくお願ちょっと話題変わ化は恐縮なんですけど。はいああ 水の,の感染の方の,の南の場での、まあ、伊藤大と、まあ、この7年間、マイクを切るっていうが、伊藤大臣が小さくっという面がありました、うんまあ、今はこ一連の問題を、まあ、どうご覧になっているか、まあ、とあおらせから言で言うと、ありえない、つまりは3分でですね、何十年も苦しみを,を経験をされている方々、 の意見陳述、あるいは思いの丈を喋っていただく時間を3分で削るということについては、区切るということについては、私はあり得ないというふうに思いますし、まあ、5月1日の一連の行事からするとですね、物理的にはそうだったかもしれませんが、まあ、それ自体がおざなりになっていたと、形外化していたということはもう間違いがないことだと私は思っておりまして、 ええー、まあ、むしろ失礼であると、ええー、考えております。それも、まあ、その、私が大臣であればですね、まあ、私も経験がありますけれども、事務方があんなにプッツツと着ることについて、私は事務方に怒ると思いますね。失礼だと、まあ、いうふうに怒ると思いますが、その場で起こらなかった、伊藤大臣の見識を疑う、言います。まあ、あの、昨日、謝罪をされたようでありますけれども、 うん、本心から本当にこの反省をしていただいて、えー、次回行かれるときはエンドレスで、やはり時間を設けて、えー、水俣病の患者の方々のご意見を伺うという姿勢でのどんのんのいただきたいと思います。我々もこの間国会議員全員で水俣病患者の方々と 意見交換をさせていただきましたけれども、当然ながら時間を削るということはしませんでしたし、えー、我々全員がああの、皆様方から伺ったことを、えー、真摯に受け止めて、そしてまだ認定されてない方々とおられますので、まあ、そういった方々の認定に向けて全力で努力していきたいと、このように考えています。のは,ね、はい。 はいはいまあ、あの中道保守の改革勢力が結集しなければならないということの中で、まあ、私の当初の思いとしては、えー、国民民主党の代表選挙に勝利して、えー、国民民主党と、まあ、維新の統一会派というものができればいいなと思っておりましたけれども、まあ、そうはならなかった。 まあ、新たな仲間と共に今こういった形を作れていて、えー、現状は非常に我々としては、医師の皆様方には感謝をしているということであります。我々、まあ、10対1ぐらいのメンバーの差があるにもかかわらず、まあ、質問機会、そして、えー、解放を結ぶ際の政策合意については真摯に、えー、今受け止めていただいていると、えー、いうことについては、あのー、感謝を申し上げたいと思いますし、 やはり、統一会派を組んで、より、それぞれの関連性が、関係性が強まったと。このように考えています。ただし、まあ、神奈川18区の問題、それから、三3つの政策課題についてはまだ、真摯に取り組んでいただいてますけれども、じゃあ何か合意を得たということではありませんので、 まあこれをどのようにこれから、ああ、6月23日までの間に、え、まとめていけるかどうかと、まあいったところが大きなポイントかなと思っていますので、まあ、あの余談を持ってあまり今申し上げることはいたしませんし、まあ、私一人の党ではありませんので、まあ他の方々のメンバーのご意見も伺いながら、この統一会派をどう総括するかということについての、まあ議論をそろそろ始める時期かなと。そしてそれを踏まえて、 ええー、まあ、あの、選挙区調整については、あの、馬場代表、幹事長同士で、今まで何度かやりとり,り,りしていますが、まあ、正直言って進展がありません。まあ、そういう意味において、まあ、今後どういうふうに、ええー、こういった議論をしていくのかということについて、ええー、まあ、議論をしながらですね、うん、まあ、その先のことは、みんなで議論して考えていきたいと思っています。はい、はい。 審との関係ですけれども、自身は旧物釣費の問題で自民党総選費をしたりですとか。 政治改革め巡って立憲の意見が異なる点は、あのは、会見で維新の幹部の方がいろいろおっしゃっているんですけど一方で自民党との共通姿勢も示しています、こうした維新の姿勢について、どのように受け止めているのかということと、政治改革を巡って、自民党がパーティー系の国会議を、例えば10万以上ですとか、いくつか今、野党協議の中で案として報道されているものがありますけれども、そして、与党側の姿勢、どういうふうに受け止めているか、か改めております。 はい。あのー、これは昨日の役員会でも相当突っ込んだ意見交換をさせていただきました。ええー、まあ、あのー、国会対策の方針というのはそれぞれ、あの、あると思うんですけれども、維新の皆様方がずっとこだわってきておられるのは旧文通費なんですね。やはり旧文通費で何らかの、おええー、まあ、結論を得たい。その、 誰がその手柄を立てるかどうかではなくて、やはり旧文通費の問題はもうそろそろ、まあしっかりと公開をするということで結論を得たいと。まあこういう問題、で意識を持っておられると思いますし、それについては十分理解をしています。まあ、従いまして、えー、まあ事項と話をされながら、えー、こういった旧文通費、そして、えー、他の問題についても、えー まあ、我々は100点と考えているものについて、100点取れるかどうかっていうことはないですけども、じゃあ100点取れなかったら、チャブダをひっくり返して終わりかと言うとそうでもないと思いますので、まあ何点かどうかっていうのは、成果物を見ないとわかりませんけれども、企業団体研究の問題、パーティーの問題、そして政策活費の問題、様々ままなやはり課題がありますので、まあそれについてやはり何らかの前進を得るということが、まあ、昨日機能の 会派の役員会でも確認をされていますので、まあ我々としてはそうであれば自民党と話をすることについても一定の理解をすると、まあいうことで、まあ遠藤国対委員長にその交渉をまあ基本的にお任せをしていると、まあいうことであります。一定の理解をしているということですけれども、そもそもあの教育無償化を担えだ国のあの前段の安倍総理と国民議員省が自民党とチャ

え、決実をさせるか、ということについては、同じアプローチかもしれませんが、その先に見えている世界が全く違ったわけですね。ですから、そこは安心して私は、今維新の皆様方が、自民党と話をすることについては、あの、見守っていると。え、その先なんか自民党と一緒にくっつくんじゃないかというような懸念は全くありませんし、え、国民主は常にそれを、が、まとわりついていたわけですので、そこは、 私からすると180%違うというふうには申し上げたいと思います。はい、自民党の中には、その次の,あの順位点で、かなり人権を減可能性があるので、場合によっは維新で仕組みたいということも自民党内からしたらは聞こえてきましたけれども、この、そうした懸念を、そのにあるときには何点に受けていってらっしゃるんでしょうまあそれを懸念と言ってしまうとね、あのまあ、難しいんですけども、つまりは選挙の結果において、 えー、どういう状況になるかっていうことは誰にも分からないわけですよね。それで、まあ、例えば、えー、維新と立憲を足しても過半数にいかない。事故を足しても過半数にいかない。そういった場合もあるわけですよ。その時には様々な組み合わせの話が出てくると、まあ、いうふうに思いますけれども、まあ、その時にはいろんな、それは議論があると思いますが、今から組むことを前提に、 え、やってるっていうことは全くありませんし。で、私は、これは馬場さんや維新の方々にも申し上げていますけれども、まあ私の、まあ今までやってきた政治経験からして、自民党と組んだら維新はなくなると。先ほど申し上げたように、41人の議員で、まあ増えるでしょう。増える、増えたとしても、小選挙区で勝った人間はいいですよ。でも比例の方が多いわけでしょう、今もね。その人たちは自民党に議席を、 まあ、小選挙を譲らなきゃいけないということになれば、その時点で維新は、まあ、どういう組み方をするかによりますけれども、私は組んだらなくなると。維新ではなくなると。まあ、いうふうに思っていますので、まあ、自民党に吸収されるのか、まあ、まあ、まさに自民党との融合の中で生き残っていくのか、あるいは、まあ、仮にですね、全く話したことないですよ。例えば、このテーマだけで2年間連立を組んで、 二年経ったら別れるというふうな約束をするのか。なんかそういう形しないと、私は連立を組むとですね、あの、まあ、自社差政権で私は経験をしているのは、社差は溶けてなくなるわけですよ。じゃ組んで選挙区譲ってくれるかっていうと自民党はそのこと絶対してくれませんから。まあそういう意味では、あの、まあ、あこの小選挙区においては、連立を組むということは相当この、 選挙制度に一挙した考え方に基づかないと、ええー、党としては、本当に消滅の可能性が出てくる。ということは、当然ながら馬場代表や藤田幹事長分かっておられると思いますので、まあ皆様方が、あの別に、あの、ここにいる皆様方がというんじゃなくて、世間一般的になんか自民党が維新にラボコールを送って、ええー、関数を割れたら、ええー、維新と組むんじゃないかと。 まあいうふうに言われてますが、私は言われるほど簡単なことではない。というふうに思っていますし、あと公明党との関係を自民は私はリセットするとは思えない。つまりは公明党の票がやはり小選挙区で2、3万それぞれあるとして、それを捨てられるとは思わないし、まあ、そんな簡単な話ではないと思います。ですからまあ、まずはやはり野党が連立政権を まあ、取れるぐらい、えー、まあ、その時共産党どうするかってまた別の問題が出てくるわけでありますが、これは本当に繰り返し申し上げますけれども、やってみなきゃわかんない。やってみた時にどういう組み合わせがあるか。まあ、あの、もっと言えば、自社さなんて起きるなんてことは、まあ、あの、私、だって55年体制で戦ってきた。 自民党と社会党が連日組むなんてことは、一年生の私には想像だにできなかったですけども、それが起きたわけですよね。とは、ということは、自民と立憲が組むということさえあるわけですよ。私はそういう可能性は自民党は政権にとどまるんであれば何でもやると思いますので、そういう意味では、あの、自民党と維新のみならず、自民党は立憲と組むことも、あの、交渉としては絶対考えてくる。 と思いますし、立憲の中にもそれを模索しながら、えー、自民党と、えー、話を水面下でしている人もいますから、いや、それはあって当たり前、どんな可能性になるかわからないので、まあ、そういう意味ではさまざまな可能性の中でということで、あまり自民と維新ということで、えーまあ、ステレオタイプで考えないほうがいいんではないかと私は思っています、はいはい。次、ございますか。 私、はい、は静岡知事選が得意されまし、あ、て、まあ、いわゆる野党対決の形になりますが、維新さんとしてはあの、スタンスは似ていたというふう確かに見た感じとおっしゃっていたと思うんで、すけど教育無償化を実現する場合としてはどういうふうに臨まれるのか、それと、まあ、この、まあ、野党対決になった法事、えー、をどういうふうに見てらっしゃって、えー、その結果、あの 政権に与える影響というのはどういうふうに考えますかはい。まあ、あのー、今日から静岡県知事選挙が始まって、実質の与野党対決ということになっています。まあ、あの、自民党の調査を見ましても、ええー、まあ、政府はやはり鈴木さんが強い。 しかしながらやはり、県中央、東部については、大村さんですかが、やっぱり一定強いということで、若干鈴木さんがトータルとしてはリードされているようでありますけれども、そんなに大きなリードではないということで、極めて、喫した戦いになるんではないかなというふうに思っています。まあ私としてはですね、 え、まあ、推薦依頼がありませんので、えー、どちらかに推薦するということではありませんけれども、まあ、あの、鈴木康もさんにぜひ頑張ってもらいたいと、個人的には思っていますし、えー、町田政形塾の先輩でもありますし、また浜松市長としての私は実績は素晴らしいものがあったというふうに思いますので、私は個人としては鈴木康もさんに頑張ってもらいたい。

まあ、あの、極めて現在有効な関係で会派を形成している、いると思いますし、まあ、その信頼関係の中で、えー、まあ,あ、会派を組む際の約束事についてはしっかりと、えー、まあ、あ実現をしていきたいというふうに思っています。まあ、神奈川18区の問題についても議論をしておりますけれども、まあ、あの、方向性としてはやはり、 共同保守の改革勢力が力を合わせていくということが大事なことだというふうに思いますので、そういった視点の中で、信頼関係を持って、今後はまあ代表同士、幹事長同士、政調会長同士で話をしていきたいと思っています。などねえー、いす 今いろんなこは大としては、えーまあ、この税理改革はまだ、まだちょっと、いろいろあるか、まだまってないということもありますけれども、まあ、あるいはまた、こういう形ですとか、変化化というか、えー、まだ、あ、今回のクり出しなきゃいけない問題があると思うんですけど、その点踏まえた、また、その、改憲炎ということもあるのかもしれませんけれども、まあ、それ、すべて踏まえた上である 最大の事実質というのは、どのように、そうい考えていると思われるか、あるいはご自身の考えにいおります。はい。まあ、あの、補欠選挙の結果が出て、冒頭申し上げたように、やっぱ島根一区、これは2009年の政権交代時でも、自民の細田先生が小選挙で勝たれた選挙区で、えーまあ、自民党候補が、ま、負けると、こういうことであり、 これのインパクトはかなり大きいものがあると私は思っています。まあ、その意味では、あまあ、6月の会期末、まあ、延長されるかどうかわかりませんけれども、まあ、政治改革がとにかくまとめなきゃいけませんので、その時間をが確保できるのかできないのか、まあ、それによっておそらく会見延長の話が出てくる可能性もあると思いますけれども、まあ、今やっぱり 今までの岸田さんってどちらかというと解散を二のわすようなケースが多かったですよね。ただ、今はそれをやると、本当に岸田おろしが始まるかもしれないというような党内状況じゃないかと思ってますので、日遊びもできないという状況が今の岸田さんの置かれているお立場ではないかと思います。しかし、やはり総裁選9月の再選を考えれば、 やはり6月の会期末というのは、一つ、ご自身が考えられる、え、ものだと思いますし、まあ、整理履に自ら出てくるといったこととか、まあ、まな今までの、え、あるいは派閥解消を、誰にも相談せずにおっしゃるというような今までの、え、岸田総理の行動パターン、発言パターンからすると、え、想定外のことはないと。従って6月末の、 解散というものもありうるべしということで、我々は身構えなくてはいけないんではないかと思っています。まあ、常識に考えれば、やはり9月の総裁選挙で、えー、まあ、岸田さんが再任されるのか、新たな総裁が選ばれ、総理に就任された後になるのか、分かりませんけれども、オーソドックスに見ると、そこが一番の、まあ、ポイントになってくるかなと思っていますが、まあ、常在戦場、我々は受け手立つ立場ですので、 まあ早期に解散を求めている立場ではありますので、そういった視点では、6月末にもあり得るということで、準備はしたいと思います。はい、よろしい,いですか。はい、それでは終了させていただきます。はい、どうもあり,うありがとうございました。